霊夢さん、もし宇宙がなくなったらどうなると考えますか？小生さん、すべての中に宇宙があるとしたら、宇宙がなくなったら何もかもなくなる？つまり無の状態ということでしょうか？でも全く何もない状態ってどういうことなの？全く想像つかない。それは私もです。それでは今日は、もしそれが破壊されたなら宇宙さえもなくなってしまう可能性があると言われているものについてお話ししていきたいと思うのですが。そんなものが？はい、それでは皆様ゆっくりしていてね。はい、それでは早速、宇宙さえもなくなってしまう可能性があるものについてお話ししていきたいと思うのですが。それは？エイハブリアクターでございますよ。エイハブリアクターってそもそも何だったっけ？エイハブリアクターですね、MS の動力炉ですよ。そうだった、ギャラルホルンが独占しているんだっけ？ですね。ですから他の組織が一から MS を作ろうとしても不可能なのですよ。独占禁止法に触れるギャラルホルン。まあ他の組織ができることといえば外側を製造するってところくらいですかね。さすが。さらにですね、これは非対称合などもできてしまうのですよ。どうやって？それはですね、現存している薬剤戦時のリアクターはすべてギャラルホルン側のデータベースに登録されておりますから。そこからですね、各機体の固有の波長パターンを出す特性を利用してですね、先ほど申しました機体の照合もできるのですよ。グレイズの乗り回しはこのあたりの設定が影響してるかもしれないよね。その可能性がございますね。エイハブリアクターって、稼働したらさ、通信障害を伴うエイハブ、ウェーブが出るってなってるけど、結構ややこしい設定だよね。確かに面倒だと思いますが。なんで、こんなややこしい設定を作ったのかな？ガンダム世界はですね、電波通信を阻害する SF 設定が必須だからですね。そうしないと、ミサイルを撃ち合うだけの戦争になってしまいますからね。一型兵器なんて、ただの的になってしまいますから。あ、そうだった。まああれですね、ファーストガンダムのミノフスキー粒子へのリスペクトとオマージュだと考えられますね。鉄器の世界において大切なものだよね。はい、物語のですね、重要なファクターとしてただの動力炉でない設定にしているものと思われますね。まず、薬末利戦勃発の原因とされて、ギャラルホルンが製造技術を独占していることと側の世界で幅を利かせていることの要因付けにされていますが。さらに、エイハブリアクター搭載兵器に採用されている特殊装甲、ナノラミネートアーマーの定義付け。長距離通信ができないことによるクーデリアの地球への移送の必要性にですね、裏付けをもたらすためにも面倒な設定を作ったと思われます。そういうことか、なるほど。そういえば、エイハブリアクターって破壊不能らしいけど、確か監督が破壊されたら宇宙がヤバくて大変なことになるって言ってたけど、実際もし破壊されたらどういったことになってしまうのかな？例えば重力の制御をしてますから、ブラックホールができるのではないでしょうか。それは困る。一個壊れただけでも危険なのであればですね、誕生したブラックホールがどんどん大きくなっていって、最終的には宇宙を飲み込んでしまうかと。宇宙がなくなってしまうことかな、恐ろしい。エイハブリアクターが破壊されたら、このことに関して興味深い考察がございましたのでご紹介したいと思います。霊夢さん、読み上げてもらえますか？設定した人の意図はわかりませんが、壊れた過去はないと思いますよ。宇宙が大変なことになったのに人類の歴史が続いていることに違和感を覚えます。あくまで理論上の話じゃないですかね。エイハブリアクターは装填色であり、真空素粒子をビッグバンの力に還元して動いているので、それが破損して暴走でもしたらという話とかだと思います。また、型度に関して個人的には、BEC、ボーズ・アインシュタイン凝縮のようなものから得られるものだと思います。
この状態は粒子の相転位によって起こるものであり、個々の粒子が特殊な結びつきをして一つの波を形成するみたいです。この BEC 状態は熱などの伝導率が高いことで注目されており、 NHK で放送されたアニメエレメントハンターでは破壊不可能と言われるほどの活動を誇りました。私はこの波が A ハブウェーブ凝縮状態における熱伝導率の高さは劇中のナノラミネートアーマーの弱点相転位による特殊な物質の結びつきが A ハブリアクターの活動と妄想しています。結論を言うと、A ハブリアクターは物質の相転位によって特殊な活動を獲得しており、それを壊すには、宇宙規模のエネルギーが必要、または壊した場合は相転位路の暴走によって奇異的なビッグバンが起こってしまうという設定だと考えています。かなり興味深い考察ですよね。作られた設定からしたら、破壊不能だけど、仮に破壊されたとしたら、ビッグバンのようなことになってしまうってすごくそう思うよ。確かにそうですね。もし、A ハブリアクターと00の GN ドライブを両方持っている機体があったら、最強になれるかな？ GN ドライブがあれば A ハブリアクターはいらないんじゃないですかね。A ハブリアクターの利点は MS を動かせる出力とナノラミネートアーマーを運用できること、電波障害を起こすこと、完成制御ができることですね。ナノラミネートアーマー以外はですね、 GN ドライブでできることと全く一緒です。ナノラミネートアーマーの代わりに GN 粒子を機体表面に展開することで高い防御力を発揮する設定があります。ナノラミネートアーマーの強度は正直何とも言えません。MS の携帯化器でも破壊できることを考えれば、単純な防御性能は GN ドライブ搭載機には大きく劣るでしょうね。ビーム兵器に対しての防御性能は劇中の描写から単純な強度や耐熱性でないことがわかりますから、おそらく受け流すというのがナノラミネートアーマーの利点なのでしょうね。GN 粒子によるビームやメガ粒子砲のような磁場や電波の影響を受けにくいビームも防げるなら有用ですけど、そうでないならいらない機能ですね。そしてですね、この件に関して興味深い考察がございますのでご紹介したいと思います。霊夢さん、読み上げてもらえますか？はい。まず00の世界のビーム兵器が効くと考えて話します。実質 GN ドライブならエネルギーは無限に生成できるので、実弾兵器と推進エネルギーが切れても GN ドライブがあるので無限に戦うことができて、1対1の持久戦で宇宙なら勝つことできるでしょう。地上戦は推進力なくなっても歩いたり走ったりして回避したりする敵ならどうなるかわからないです。まあでも実弾と GN ドライブ使った兵器2つも使うとなれば、パイロットの腕次第では扱いきれず最強とは呼べません。要はパイロットの技量も関係すると思います。まあ扱えてもミカの最後の戦いみたく、物量で上からのダインスレイブを GN フィールドで防ぐ暇与えないとかされたら終わりかと。はい、今回は A ハブリアクターについてお話ししてきました。動画を見て何か感じたことがあればコメント欄に書いてくださいね。それでは霊夢さん、そろそろ終わりましょうか。はーい。視聴者の皆様、動画を気に入った方はチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。